はい、こんばんは。夫の家庭を壊すまで第2話見終わったので、レビューします。感想考察レビューなんですけど、はい、夫がですね不倫をしていることを知ったのが第1話なんですけど、で復讐をしようとするんですね。はい、みのりはそれでですね、渡るがですね、雄大の実の子供かとまあ思うわけですよ。でところがですね、まあそうではなかったと。渡るがね、自分のまあ父親のことを言ったんで、まあとりあえずね雄大の子供じゃないと知ってほっとするみのりだったんですけども、まあそこはね、そこはまあ良かったんだけれども、はい、なんとね、夫雄大の浮気相手のリコがですね雄大の子供を妊娠したということが今回判明するんですよ。はい、いやこれはもう衝撃的ですね。はい、さらにねみのりの復讐心がね加速すると。で、リコが妊娠したのはねリコが倒れたことで妊娠発覚したみたいですね。はい、で、雄大がですねリコの妊娠に喜んでましたね。はい、で雄大はね妻みのりの料理より不倫相手リコの料理のが美味しいと、そういうような褒めるようなシーンもありましたね。しかしそこまでね言うんだったらね、なんかねみのりと結婚しなければよかったのにと思うんですけど、まあ結婚して子供がねできたでしょみのりとの間に。それでもやっぱりあのね、相性が合うというかリコの方が良かったってこと後から気づいたっていうまあことなんでしょうけどね。はい、でまあ次回予告のあのホームページの文章なんだけど、夫の不倫相手のリコは雄大の子供を妊娠していたと、何も知らない息子の渡るは母親であるリコのことをみのりに話すと。嘘をつき続ける雄大との生活はみのりを少しずつ蝕んでいくも、親友のサラに相談していくうちに静かに復讐の炎を燃やし始めると。みのりが向かった先はリコが経営する美容院だったということで、リコはあの美容院経営してるんですね。まあ個人の美容院ってことですかね。ついに対面するされ妻とその浮気相手、一触即発の会話が繰り広げられると言うんですけど、これ対面するってことなんですけど、リコはみのりのことをまあ知ってるんでしょうね。うん、でされ妻っていう意味はまあ夫に不倫をされた妻を省略して使われるネット言葉なんだけど、うんね、これは修羅場ですかね。うんね、でリコはまあ開き直るって感じなんになるんですかね。うん、まあそういう展開になる。うん、なんか怖いですね。うん、でなんか松本まりか演じるみのりがなんか怖いですね。なんかあのなんか壁にねこうぐさってほらフォークを刺してるシーンとかさ、あとまあ実際刺してないけどさ、夫をさ刃物で刺すようなシーンが今回あったでしょ。なんかそういうのってなんか怖いっていうか、なんか狂気の演技が、まあ、上手っていうか、うん、なんかね。で松本まりかさん演じるねみのりの、まあ、友達役がまあ相談相手になってるでしょ。うん、でその友達がねただのまあ味方だったらいいんですけど、なんかあんたってみたいになんか指摘されてましたけどね。うん、で、あと気になったことは雄大のお母さんなんですけど、なんかまあねいい人みたいに見えるんだけど、雄大の不倫のこと実は知ってるんじゃないのかなね。で雄大の母のひろみなんですけど、雄大の不倫相手のリコのまあ親子と実は仲いいみたいな、そんなことないですかね。うん、だから雄大と雄大のお母さんもですねリコの、うん、リコ親子と交流があるみたいな
だから知らないのはみのりだけみたいな、そういう展開なのかなと。でみのりはまあリコの息子渡るに接近して、まあ結局渡るがですねみのりのことを好きになるようにまあ仕向けるってことですよね結局ね。渡るに接近したら渡るがなんかみのりのことをまあ好きになってしまったという展開、まあ都合良すぎる展開ですけどね。はい、で、雄大はリコと不倫してて息子の渡るとも仲がいいと。で渡るって不倫とかって知ってんですかね。その雄大が結婚して家庭を持ってること知ってんですかね。それとも雄大は黙ってるんですかね。知ってんのかな。知ってても、まあ不倫ってこと知っててもそれでも仲良くしてるっていうか、そのまあ不倫ねしてて、その奥さんが雄大いるだろうけどまあいいやみたいな感じなんですかね。ね。で三宅莉子は雄大と不倫して雄大の子供妊娠して、でまあ不倫することは全く罪悪感っていうのはないですよね。ね。でみのりのことをね三宅渉は、まあ、好きになる。みのりが私結婚してるのって言ったらね、なんかちょっとがっかりしたような失望したような顔をして、でみのりが冗談やとか言って、で塾の、まあ同い年だと思うんですけど武藤カノンなんですけど、渉にね、連絡取り合おうよとか言っても拒否されてましたけど、みのりに対抗心を燃やす女子高生ってことで、まあねみのりに敵対してきて渉に接近しないでよみたいな感じになるんだろうなと、思いますね。はい。なんかね、なんだっけ、稲森さんの復讐ドラマだとさ、なんか稲森さん以外全員不倫してたこと知ってたみたいな、夫のなんか親も知ってたみたいな、なんか確かそうでしたよね。その自分の友達も不倫してたこと知ってたとか、そういう展開だったんですけどね。まあこれはまあそれとはまた違うんだけど、雄大のお母さんって本当ただの親切な人なんですかね。まあ優しいですよね、みのりにはね。それが気になるところですね。そして雄大が莉子が妊娠して喜んでたっていうね。でもこのままだとみのりが何も行動を起こさなければ雄大はそのうちみのりに離婚しようって言い出す可能性高いんじゃないのかっていうね。雄大はみのりと莉子だったら莉子の方が好きでしょ。でも不思議なことに、まあ、結婚して籍入れてるからっていうのもあるけど、まあとりあえず寝泊まりは寝泊まりというか家に帰ってくるのはみのりのねと暮らしてる家 ですよね。でまあね出かけてっていう、でまあ莉子のところに、まあ、通ってるっていうか、まあそういう感じの関係になってるんですけど、まあ二重生活っていうかね。はい。でなんかじわじわ来ますね。なんか夫婦が壊れる時っていう稲森さんのドラマは本当に復讐するまでが本当にこう長かったですよね。じわ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 来ていつ復讐が始まるんだみたいな。このドラマもちょっとそういうところありますよね。まだ具体的にね、こうねじわじわ。あと雄大の会社の、松崎和歌子なんだけど、新入社員の不倫には寛大な考えを持つっていう、この会社の松崎とも雄大不倫するような展開になるのかなとも思いましたね。はい。なんかそういう展開もねあり得るのかなっていうふうに思いましたね。でみのりのお母さんを演じるのが、まあ、今野真昼さんという元宝塚の人なんですけどね。今後も、まあ、出てくると思うんですけど、まあ、みのりがね、結局
離婚するしかないですよね、もうね。うん、離婚するしかないっていうか、これだけのことをみのりは雄大から裏切られてて、それなのにまたやり直そうっていうのもちょっとね、それは都合が良すぎますしね。うん、まあそういう許すようなドラマでないでしょうからね。うん、だからまあね、うん、みのりだからどう展開するかですよね。みのりが例えば男性と知り合うと、雄大以外の男性と知り合って結婚するというか付き合うみたいな感じで終わるのか、とりあえずまあ雄大と離婚するんだけど、ただじゃあ離婚しないと、慰謝料をもらって終わりじゃないと、復讐をしてやると、慰謝料をもらうことよりも復讐してやるということだよね。うん、あとあのまあみのりの相談に乗ってる堀沙羅なんですけど、これもこういい人で、今のところ悪い要素はないんだけど、うん、ただの相談だけで終わるのかっていう、うん、こうなんていうかね、仲互いするような展開とかも、まあ、あるかもしれないですよね。まあ弁護士なんですけどね、堀沙羅は、うん、弁護士なんですけれどもね。はい、で、まあ、具体的にね、例えばそのみのりは渡るにね接近してるでしょ。でもみのりは渡るのことは、まあ、好きではないでしょ。それとも好きになっちゃうの？それはちょっとないか。ただ渡るを見て純粋だなと思って、雄大も純粋な時期が、学生時代純粋な時期があったなって、それを記憶を蘇る出せるって、そういうシーンはありましたけど、でもそのみのりと渡るが例えば肉体関係になるとか、そういうのはないでしょうね。まあ、そういうのはないとは思うんですけど、うん、まあそうですね、渡るがみのりにね、あのこと好きになってね、先生先生って、まあ、言ってくる展開は大いに考えられますよね。うん、そしてそれで壊してやろう、関係壊してやろうってこと。だからみのりと渡るが仲良くなったことで、それを知った雄大と莉子がショックを受けるみたいな、そういうダメージを与えるっていうかね。うん、ただそのみのりと渡るがね、そう仲良くなったとします。でも結局雄大と莉子の関係は崩すことができなかったっていう風になる可能性も高いわけですよね。うん、なのでなんか莉子の方が有利っていうか、うん、ね、いや、びっくりしましたね。子供ができたって展開にしてくるか、うん、そうきたかって思いましたね。うん、なんかこのドラマでもなんか面白いなというふうに思いますね。うん、面白い。やっぱりこの主人公を演じるね、この松本まりかさんがいいですね。こういうちょっと狂ったような演技っていうか、狂ったような役がなんかハマる人で、そう、他のワンワールドドラマでも松本まりかさんってさ、あのなんかちょっと狂ったようなあのこう役やってて、それハマってたんですよね。うん、なのでまあ面白いですね。はい、うん、非常に面白い。向こうの果てっていうワウワウのドラマ、うん、ドラマでね、松本まりかさんの演じる、まあ、主人公の役なんですけど、はい、まあ、これね、なかなか良かったですよ。はい、なのでまあワウワウね、です、まあ、見てみるといいですよ、見れる人はね。はい、ということでですね、夫の家庭を壊すまで第2話見たんですけど、いや、このドラマ面白いなと思いましたね。うん、まあ復讐するって言ってもね、殺すってのは単純すぎますからね。うん、まあ、殺すってのは復讐になるようでならないんですよね。その例えば殺したらもうおしまいなんですよ、復讐としては。だからやっぱり精神的に苦しめるっていうのがね、まあ、一番の復讐っていうか、基本、まあ、こういう漫画原作みたいだけど、精神的に苦しめるっていうのがね、やっぱり一番なのかな。うん、復讐っていうのは、復讐ドラマのってのは、うん、
そういうなんか策略を張り巡らせて、でね、だって復讐するために不倫相手の息子に接近したわけでしょ、わざわざ塾の講師として勤務してさ、なかなかそういうのできることないですからね。なので、まあ楽しく第3話次回を期待したいですね。はい、ということで、夫の家庭を壊すまで第2話見たので、まあ感想考察レビューしてみましたけど、雄大のお母さんが実は裏切ってたっていう展開だと面白いかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。